皆さんこんにちは。 MSTV チャレンジ女子アナ4期生のきょんちゃんこと峰京香です。はい、プロレーサーそしてテストライダーの丸山ひろしです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回もですね、はい、頑張れ、はい、MSTV 頑張れモーターサイクルショーということで、今モーターサイクルショーがないためにですね、各メーカーさんが出したいものをですね、我が MSTV でどんどん取り上げていこうという企画でやっております。中にですね、はい、鈴木のジクサーがですね、はい、やっぱりモーターサイクルショーに出したかったわけですよ、うん、これ鈴木さんとしても目玉というか、これを出して二輪業界を盛り上げようと一生懸命、はい、なんていうのかな、あの手この手を用意してたわけですよ、うん、他のメーカーさんとはまたやり方がちょっと違うんですよ、はい、だけど鈴木さんがやらなければいけない大事な役目の中にこの鈴木のジクサー、SF2 号があったわけですよね、はい。こちらの方のですね、ちょっと発表をですね、はい、今分かってることをちょっとお知らせしてもらっていいですか。はい、はい、ではまずジクサー SF250 からですね、はい、こちら全長全幅全高の方が 2010mm、740mm、1035mm、 シート高が 800mm となっており、重量が 158kg ですね、うん、はい、エンジンの形式が EJA1 揺れ4サイクル単気筒 SOHC4 バルブ、最大出力の方が26馬力の9000回転、うん、トルクの方が22ニュートンメーターの7300回転です。はい、車体の色の方は、うん、マットプラチナシルバーメタリックと、はい、マットブラックメタリックと、はい、今回トリトンブルーメタリックが、はい、もうやっぱりトリトンブルー欲しくなるね。やっぱ欲しくなっちゃうね。はい、はいはい、そしてもう一台ね、はい、こっちジクサー250の方ですね、うん、はい、はい、こちら全長全幅全高の方が 2010mm、 805mm、 1035mm、 シート高の方が 800mm、 こちら SF と一緒ですね、はい、はい、重量が SF より少なくて 154kg、うん、はい、エンジンの形式は、SF と一緒でEJA1 揺れ4サイクル単気筒、うん、SOHC4 バルブ、最大出力の方が26馬力の9000回転、うん、トルクの方が22ニュートンメーターの7300回転、はい、こちらになると、車体の色がマットプラチナシルバーメタリックとマットブラックメタリックです。はい、はい、はい、ということでね、ジクサーがですね、はい、出ましたが、はい、きょんちゃんは GSX25R 乗りとして、はい、どうですか、これ気になる、気になりますか。気になりますよ。どんなところが気になってます。私 SF の方なんですけど、うん、はい、やっぱフルカウルで、やっぱ、うん、もうディスペクトで同じくエクスターカラー、はいはい、これ小鳥先輩が乗ってるカラーで、そうですね、うん、これまあ本当にね、うん、さっき、うん、鈴木さんがね、はい、なんでこれにね頑張って、すごくね、まあ、これずいぶん前から頑張ってるんですけど、うん、なんでこれを頑張ってるかっていうのは、はい、価格帯をすごく抑えてきてる、うん、つい先日、はい、出したね、ニューモデルとして出したホンダの CBR が、はい、まあ、80万円台普通になりましたね、もうね、はい、はい、いくらでしょうか。ジクサーこちら40万円台っていう。そうなんですよ、はい、ジクサー SF が48万円台で、うん、普通にネキストモデルの44万円ですよね、はい、値段についてどう思います。まあそうは言っても、うん、やっぱりね CBR みたいな、はい、もう何でもかんでもついててっていうと、うん、今のきょんちゃんからするとやっぱり CBR 乗りたいって思う、うん、CBR 乗りたいですけど、うん、やっぱり経済的な事情とかだったり、うん、まあ、フルカール乗りたいけど、まずはもうちょっと手が出しやすい価格のものを選びたいってなったら、やっぱジクサーはそう、ね、いいなって思います。なんて言うんだろうな、うん、私でさえやっぱり本来はねここ実感なかなかないんですよ。なかなかこの手の車両を自分で買ったりしないんでね、はい、もうでもそんなことないな。レースに使うのにポンって買ってきた時に、はい、CBR 買うときはやっぱりね、うわレースで使う、みんなで遊びで使う車両にこの値段かきついなって思うところなんでね、はい、ただね大事なのは中古になってから、うん、なんていうのかな、一番最初やっぱ中古でしょ。私中古なんです。一番最初中古なんですよ、はい、みんな、
あ、みんな。みんな、だって私だって中古ですから、うん、あ、本当ですか。やっぱり自分が欲しいバイクあっても最初は新車で買えず、うん、私も買えなかったです。ちょっと背を伸ばして一クラス上なんだけど、はい、中古だったらなんとかなるっていう形なんだけど、うん、はい、あのジクサー、今のこのジクサーであれば、うん、新車で若い子たちがなんとか買えるかなって思うわけじゃないですか、うん、手出しやすい、はい、でね、うん、やっぱり新車で購入をしてもらうっていうのは俺にとってやっぱり結構大きな違いがあるなと思うんだけど、うん、中古バイク屋さんがダメなんじゃないよ、うちも実は中古バイク屋さんですから、はい、売ってるんでみんなにね、はい、中古バイクもちろんおすすめしてますけど、うん、やっぱりねディーラーさんで買う新車で買った後に、はい、いろいろとあの手この手でこの人がモーターサイクルに対して成長していく様をですね、うん、一生懸命こうディーラーさんが応援するっていうのがきちんとあるわけですよ、うん、だからやっぱり新車で購入してね初めてのこうバイクからね育っていく姿を頑張ってディーラーともども応援していくっていうねバイク販売店がその図式がねやっぱり新車と中古では若干違う。あ、中古だとね、はい、やれ失敗した外したバイクだったとかね、うん、教えてくれる人誰もいなかったとかで、はい、そのままバイクを降りちゃう人がもしかしたら何パーセントかいるかもしれない。中古から始めるとこれ難しいんですよ。うん、いい時もありますよ、中古仲間でみんなでワイワイ先輩、ね、はい、一生懸命教えてくれてもいいんだけど、つながりがあればね。そう、はい、今時ねそのつながりがちょっと少ない中、はい、やっぱり販売店がちゃんとサポートして、うん、バイクに、ね、乗り慣れるまで引き上げてくれるっていう、うん、そういうところに最初の価格をちゃんと抑えたバイクがあるかないかっていうのは、ね、全員が全員高いバイク行くわけではないんですよね、うん、で特にやっぱり若い子は、はい、本当にね手の届く価格帯で、うん、なおかつかっこよくなければいい、うん、そこにこのフルカウルモデルの250が来るわけですよね、はい、ここがやっぱり今のねジクサーの役割というかね、うん、本当ですね、ジクサーだからこそできる、そうそうそう、うん、今川崎とホンダがね、はい、若干こう性能争いをしてるわけですよ。あ、で性能争いとともに価格がどんどん上がっていくわけなんですよ、はい、でこれは私が免許を取ってちょっとした頃にその価格競争があってどんどん高くなっちゃって、はい、高くなって高性能になりすぎた挙句、はい、意外とみんな乗らなくなっちゃうっていうのがあるんですよ。あ、うん、だけどやっぱ手出しづらくなっちゃうんですよね。出しづらくなっちゃう、うん、で高性能高価格の車両は600とか 1000cc で、うん、今とてもいいマシンはありますからね、うん、そこはそこの受け持ちがあるとしたら、はい、本来は250とか、まあ、ジクサってもとも150からね始まってるんですけど、その辺のやつはやっぱり価格を抑えてまず乗りやすいよ、うん、そして、販売店でね新車でまず購入できるところからっていうので、こう作られてね、いるので、ぜひそこはね、鈴木さんの役目として今の日本の若い子たちのためにもなんですよ、うん、ためにもで、ために実はジクサーはですねもともとインド、はい、インドでこれからバイクがどんどん流行っていく、うん、インドの人口何億だっけ、結構いるんですよね、うん、はい、日本の結構、うん、5倍6倍7倍ぐらいになったかな、うん、っていう中でのバイク乗りが育っていく中で、うん、ジクサー、まずジクサーね、150がフラッグシップモデルなんですよ、向こうでは。フラッグシップモデル、うん、要はトップモデルなんですよ。おそのトップモデルを元にさらにそこから排気量アップした250を作って、うん、もう向こうとしてはもうスーパースポーツなわけですよ。おー、ね、GSXR1000 とかみたいな、あもうそんなノリで取られてるものをですね、うん、うまくちゃんと日本の皆さんにも提供して、はい、それで乗ってね、みんなでその下からね、はい、日本ではもう普通にビッグバイクが走ってるけど、うん、はい、もう一度この下のマシンをね、排気量を下げたマシンで楽しんでもらうっていうのをやっていこうというね、形になりましたね、うん、いやいいですね、うん、これはね、なんだろうな、でもね、私これ乗ってるんですよ、もうそうなんですか。そう、輸入されたモデルをもう乗ってるので、はい、揺れエンジンの良さと、はい、あと大体車重が軽いじゃない。車重さ、軽いですよね、はい、自分のバイク GSX-R25 GSX-25 あるわ。何キロでしょう、車重178。はい、じゃあジクサー、この SF は SF が104 あ、まだまだ言ってる、154 158じゃない、あ、そうか、そう、150154は、うん、ジクサーの、あ、そうそうそう、そうだ、ネイキッドのモデル、ね、ネイキッドの方だ、うん、
自分のバイクは20キロ軽いんですよ。全然軽いですね、はい、20キロ軽い、うん、このね車体同じ250で20キロ軽くて、はい、はい、馬力は馬力が24馬力。それはどっちは私のバイク。そうそうそう。じゃあジクサーは、ジクサーの馬力が26馬力。どっちの方が高いんですか。ジクサー。ほらすごくない。すごい。車重が20キロ軽くて2馬力大きいって、はい、遅れていく。あのね、これも鈴木さんの中でちゃんと住み分けあります、はい、ね、あの GSX25R がダメなわけじゃなくて、はい、GSX25R は大型にすごく見せて、はい、非常にね貫禄があって、はい、乗りやすく運転しやすく、うん、要はちょっとスーパースポーツの格好してるんだけど、うん、だけどツアラー的思考があるのよ。だから普段乗りがすごくいいっていうね。でも実はジクサーにあの SF25 はね、はい、スポーツモデルとしてライトウェイトで、まあ、ハイパワー、うん、高回転回して楽しもうみたいなね。うーん、そういうちゃんと住み分けがあるので、あの自分のバイクはいけないんじゃなくて、自分のバイクはね、うん、あのこういうねフルカウルスーパースポーツ SS の格好なんだけど、実はあれは、多くの皆さんが、うん、通勤通学、ツーリング、はい、そしてちょい乗りまで全てが楽しめるのをあの GSX25R の形、格好、さらにはトリトンブルーまで入れて、うん、GP カラーを入れて、はい、多くの人にですねバイクの楽しさを、うん、味わわせてくれた、大事なマシンなんですよ、はい、だけどさらにねちょっと過激に、うん、同じ25だけど過激な、スポーツバイクとして出てきて、はい、だけどさらに低価格ですよ。本当ですね、うん、だからね軽いし、これでバイク乗りを育てるっていうことがまだまだ、うん、まだまだできるような気がするし、はい、まあ、今回の特徴としてはね、あの新揺れエンジンっていうのを使ってるんだよね、うん、はい、揺れエンジンって勉強してないよね。なんだか揺れエンジン、揺れエンジン、はい、揺れエンジン、揺れエンジン一緒に、はい、一緒に何ですか、一緒に見ましょう。一緒に見る、どうやって見るんだっけ、これか、はい、揺れエンジンちょっとここにね乗っかって、はい、後でちょっと大きく見せてほしいんですけどね、うん、空冷ではない、水冷、ここにラジエーターついてるけど水冷でもない、はい、オイルをですね回して、はい、実はオイルを水の代わりに見立ててオイルを回して、もともとオイル入ってるんだけど、それをシリンダーとシリンダーヘッド周りにも回して、うん、実はエンジンを冷やすっていうやり方で、なんかそれを考えると、うん、もともとそれで良くないですかって思わない、うん、なんで変えた理由が、もともとエンジンの中にオイルが入ってんのに、うん、なんでそういえば水冷なのって思わない、うん、こうやって元々入ってるエンジンのオイルを回せばこれで良かったんじゃんって思う。そのままでいいですね。いいですね。いろいろあるんですよ。でもね、鈴木さんはですね、この揺れエンジンっていうのを1985年あたりかな、はい、GSX-R7 半だったかな、うん、あたりでこう揺れエンジンっていうのを出して、もうその時は水冷 もちろんあの定番でしたけど、元は空冷、ね、うん、元はあのフィンがいっぱいくっついててエンジンに、で空気の流れで走ると当然空気がね、はい、こう触るんで、それでエンジン冷やして、でそれだけじゃこう熱量を抑えきれないから、うん、水冷になったわけじゃないですか。あ、水を通して、分かる、そういうことか、ね、だけど鈴木さんは揺れでいいんじゃないのっていうので、うん、揺れで効率を求めていったら揺れの構成のエンジンができる、その揺れの意味合いの中には、うん、水冷よりも部品点数がもちろん少ない、だって水と油の通路全部分けなきゃいけないのに、揺れは1本で済むから、うん、まずコンパクト、軽量化、そしてシンプルなエンジン構造ができるっていうことができるわけですね、はい、それで揺れのエンジンでスーパースポーツですごいずっと頑張ってたんだけど、うん、最終的にはですね、どん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 熱量が大きくなっていくと、うん、水冷の冷やす効率にはさすがにちょっと勝てんなと、うん、いうところにはなってきたんですよね。気づいたんですね、うん、例えばじゃあ車とか、はい、そういうのが、今水冷当たり前で空冷エンジンはないわけですよ、うん、っていう中で、揺れをね、うん、一旦ちょっと止めてしまったんですが、うん、近頃、はい、消耗気量であったり効率を求めていたり環境性能を求めたりすると、うん、はい、水冷までいかなくても、うん、実はいいんじゃねっていうのにもう一度ちょっと原点回帰してね、何がいいかっていうと、うん、例えばね、まあ、
排気量そんなに大きくなかったら熱量もそんなないので、うんうん、そんなすごい熱交換効率を求めなくていいんだったら、うん、やっぱりシンプルで簡単な構造の揺れでいいんじゃないのっていうのと、うん、高圧も抑えられそう。そうそう、あとフリクションとかいろんなロスを考えると、うんはい、実は環境性能っていってあの排ガス対策も含めてこっちの方が出しやすいんじゃないのっていうことで、うん、ちょうどいいあの効率を求めると実は揺れはまだまだ残るというね、うん、これねうんってねそう、うん、何に例えるかっていうと、はい、例えばね、うん、今時夏エアコン当たり前じゃないですか、はい、もうエアコンないとやってらんねえぜっていうのが水冷だとしますよね、はい、だけど、はい、本来は昔はね、うん、窓を開ければ涼しかったっていうね、あこれ空冷なんか、あなるほど、窓を開ければ涼しい風が入ってきて、はい、なんだ今でもないたまに、うん、エアコンつけてあれ、うん、窓を開けたら涼、うん、意外と涼しいぞ風が入ってきて、そういう季節もありますね。そう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 、うん、だけど、はい、やっぱりね窓開けだけじゃどうにもならんなっていう熱量が来た時にエアコンなんだけど、はい、そうでもない例えば地方ね、うん、例えば清里の方とか、うん、山の、ね、上の方の気候のいいところに行った時に、うんうんうん、扇風機んじゃねみたいな、おここ揺れ、おあのエアコンまで装備してやったら逆に寒かったり、うん、環境空気のねよどみがあったりとかで、うん、よ扇風機をさらりと流すぐらいがいいんじゃないっていう、うん、ちょうどいいその冷やし方っていうのが、うん、例えば扇風機揺れだとしましょう。でこの揺れっていうのはね、はい、今ねこの技術的ないろんな解説を聞いていくと、うん、揺れはね要は扇風機はなくならないんですよ、はい、なくならない。ちょうどこの辺はエアコン絶対エアコンか窓開けるにはならない、うん、扇風機あるとやっぱりいいわけですよっていうのがあってやっぱ生き残っていくんですね。そうそう、実はその扇風機の役割みたいなね、うん、このぐらいでいいんじゃないっていうのでちょうどいいものの最高級品、うん、ダイソンとかね、うん、ナショナルパナソニック の、はい、あの素晴らしい扇風機とかそういういまだに開発を続けていくと、はい、実はね、うん、あの扇風機でもものすごくいいものができるし、うん、今後もあのエンジンのね、システムクーリングシステムとして、はい、まだまだこれからやる余地があるっていうか、うん、なくならないんじゃないかっていうのを鈴木はもう一度ね、独自に開発して、今回のジクサーに新揺れエンジンを、このぐらいの排気量だったら揺れのが要はコンパクトで小さくてっていうので、うん、その車重ができるわけですよ。あその車重ができるわけですよ。なるほど。それでいて、はい、単気筒エンジンでヘッド周りを小さくして、うん、これも小さくして、だけど4バルブ SOHC だけど4バルブにして、うん、高回転を回るエンジンでスポーツエンジンを作る、うん、効率が最も良くてっていうあたりをつくっていうところで、うん、まあなんて言うんだろうな、すごくこう集約していくんですね。もったいない、このぐらいでいいんじゃないかっていうのをずっとやって、これ何のためにやってるかっていうと、うん、これからの若い人たちのために、うんうん、あの今の我々でもいいんだけど、これからの若い人たちのために、はい、そんな何もねお金かけすぎなくても、うん、まずバイクライフを楽しむのに、うん、この辺から始めようよっていうのを提案してるのがジクサ。優しい。そうなのよ。でそれ絶対なきゃダメなのよ。優しい。もうこれがね、なかなかね、うん、他メーカーさんがね今日本の中でやるのが難しい。なんでですか？うん、あのやっぱりねそのマスがね今あんまりいない、うん、いないっていう、いないくはないんだよ、発掘してないんだよ、うん、誰も。で他のメーカーさんはね、うん、でもホンダさんはシベル 25R 短気筒があるんだよね、ちゃんとね、うん、ちゃんと出してはいるんですよ、はい、だけどやっぱり売れ行きがどうしても高級品にいっちゃうわけですよ、うん、日本の中では。だから日本の中でそれをね一生懸命やる、フラッグシップはCBR25RR だとかね、川崎も ZX25R だって言って高級品に高級品にって日本の中でこう打ち付けてるんだけど、本当は海外のアジアの方ではあの安くて、もうちょっと消費量の安いマシンを一生懸命頑張ってるんだけど、日本だとどうしても宣伝が高級品にいっちゃうわけですよね。だけど鈴木さんの場合はちゃんとここをもっと若い人に分かってくださいねって言って一生懸命これをちゃんと推してるというね。日本の中でもだからそれをやる必要があるっていうのは、本当はずっとこう乗り続けてる私にとってもね、どっかがやらないとまるで日本はもうバイクその小さい排気量乗れないじゃないかって思っちゃうのが、いやー250で楽しくて安くてもできる
バイクありますよ、どうぞ皆さんバイクライフを楽しんでくださいって。そうですね、こっから育ってその人たちは、今後ね、うん、最後こう GSX-R1000 とかにゆくゆく10年後20年後で、20年後でもいいんですよ。そうやって育っていく姿をですね、ちゃんと鈴木さんは見ているというですね、この辺をちょっとね、ジクサーのそうです、ね、見方はねしてほしいなと思っております。なんか若い人もバイク乗る人増えてきたらいいですよね、うん、これでね。そうですね、うん、はい、そんなところで意外とこんな熱い話で 20分も喋っちゃいました。言っちゃったな。はい、はい、鈴木のね、モーターサイクルショーではね、このジクサー、SF250、はい、そしてジクサー250をね、頑張って世に出してってね、トリトンブルーもあるし、そういった形でね、モーターサイクルショーに見に来た、大阪、名古屋、東京、一体何万人が来たんでしょうね。その何万人かの中のね、何人かがこれ買えるって言って駆け込んでたはずなのに、それが今ないとなると、頑張ってですね、この車両も見ていただきたいなっていうのを、MSTV で紹介して、うん、そうですね、はい、行きましたんで、ぜひですね、各メーカーさんのいろんな思惑がある中で、鈴木さんのジクサーのですね、思いもですね、ぜひ皆さん、汲み取ってですね、盛り上げていってほしいと思います。はい、以上、今回はですね、頑張れ、MSTV 頑張れモーターサイクルショーの中から、鈴木ジクサーのお知らせをさせていただきました。はい、それでは皆さん、また。さよならー。